もう全然違います。もうこっちの方が本物ですね。今助けるぞー、バトン。皆さんこんにちは、ジェイソウルゴブリンだ、ヒラヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴマインクラフトピリジャー舞台です。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回の動画ではこちらを組み立てます。あ、ちなみにマイクラのセットは最後に買ったのはコンビニ限定のレゴで、こういった中型系のマイクラを買ったのは 1、2年前にエンダードラゴンのセットを買って以来なので、めちゃくちゃ久しぶりです。もう見ての通り襲撃がモチーフとなってます。いや、もう襲撃はね、本当にもううざい。はい。僕てっきり襲撃部隊の砦が出るんじゃないかなって思ったら、まさかの襲撃部隊の砦の下にある檻と作業台がついた小屋になってます。これは後に襲撃の砦が出るんじゃないかなって思ってます。今回付属するミニフィグは羊とピリジャーが2体とナイトとアイアンゴーレムです。アイアンゴーレムについては、僕はマイクラの村を買った時のアイアンゴーレムが付属しますので、それと比較してみます。はい、箱の後ろはこのようになってます。思ったんですけど、檻ってただの飾りだったんですけど、中にアイアンゴーレム入るんですね。へー。あとこちらの襲撃のセットはイリジャーの襲撃というセットがあるんですけど、それはまたいつか買おうと思います。はい、それでは開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと説明書が1冊です。うわ、懐かしいな。これ僕が高校3年の時に発売されたものですよね。あ、ちなみに僕はこの中のものは1個も買ってません。いや、なんか今思えば買えばよかったなってめちゃくちゃ後悔してます。この中でまだ発売してるものもあるので、まあ、それについてはいつかは手に入れたいです。あ、そうそう、さっき言ってたイリジャーの襲撃はこれです。思ったんですけど、イリジャーの襲撃で魔女とエボーカーがつかないのがちょっと残念だなって思います。どうせだったら魔女とエボーカー入れればより襲撃を再現できるんですけど、これつかないのちょっと残念だな。魔女のミニフィグは持ってるので、一応大丈夫なんですけど、エボーカーってなんで付属しないんだろう。そうだ、エボーカーって結構ちっちゃいやつと、なんかワニみたいなやつあれ出してくると思うんですけど、あれがあるのでその関係で入ってないんじゃないかなって思います。それか、もう森の妖怪が出るんじゃないかな。まあ、森の妖怪出るってなったらマイクラの村のセット普通に超えちゃうので、どうだろう。もし出るとなったらもう一発でドーンって出るのか、それか分割して出るのか、どっちかですよね。まあそれはともかく、まあ僕はエボーカーは入れて欲しかったなって思います。それはともかく、作らないと。はい、それでは今からピリジャーの襲撃を組み立てます。
はい、完成しました。おお、これは本当にマイクラの世界ですね。これはすごい。襲撃者の砦があったらめちゃくちゃ良かったんですけど、今回襲撃者の砦が出てないので、まあ、一応現状これだけですね。これゲーム本編に忠実に作られてて、これは本当にすごいです。はい、ではここから付属するミニフィグについて説明します。まずこちらがナイトです。はい、全体はこのようになってます。胴体が銀色なのですごい高級感があります。イリジャーの襲撃ではレゴ忍者号によく似た赤いミニフィグがついてくるので、こういう変わったミニフィグが収録されてるのいいですよね。はい、そしてこちらが斧です。今回の斧は鉄の斧ですね。はい、そしてこちらが盾です。もうこれにめちゃくちゃお世話になってます。知ってる人多分いると思うんですけど、この略奪者をこの盾だけで倒せる方法があるんですよね。盾を構えた状態でピリジャーの前に突進したら、ピリジャーのクロスボウガンの矢がこの盾に跳ね返ってピリジャーに当たるのを繰り返せばピリジャーを倒せれます。まあ多分これ知ってる人多いんじゃないかな。はい、そしてこれが略奪者です。全体はこのようになってます。おお、もうこれ完全に略奪者ですね。ただ上半身の服が若干違うような気がするな。それでもやっぱ再現度は非常に高いです。特にクロスボウガン、これがすごいな。ちなみにこの略奪者は2体ついてきます。ちなみに襲撃が起こる発生条件なんですけど、この略奪者かヴィンディケーターにこういうでかい旗がついてるんですよ。それを倒すと不吉の呪いにかかって、その呪いがかかった状態に村に入ると襲撃イベントが発生します。襲撃の回数は難易度によって異なります。でその不吉な予兆を消す方法は牛乳を飲めば消えます。襲撃者の砦に結構いるんですけど、たまに村の近くや全然関係ないところにスポーンするので、その際はもう僕は逃げてます。ほんと襲撃を起こしたくないので。はい、そしてこちらが羊です。全体はこのようになってます。羊もちゃんと作られてますね。今回羊ゲットしたのはいいんですけど、牛が手に入らないですよね。でもまあやっぱマイクラでレゴ好きなので、牛のミニフィグはいつかは手に入れたいです。はい、そしてこちらがアイアンゴーレムです。全体はこのようになってます。僕これ組んで思ってたんですけど、村についてきたアイアンゴーレムよりもすごい進化してます。はい、昔のアイアンゴーレムと並べるとこんな感じです。もう全然違います。もうこっちの方が本物ですね。ちなみにこのアイアンゴーレムはマインクラフトの村のセットについてきたアイアンゴーレムです。アイアンゴーレムこれ組んで思ってたのが、なんかアイアンゴーレム感が若干ないような、あるような、なんかアイアンゴーレムの肩が若干違ったり、あと実はこのパーツ別になってるので、ここは正直一体化してほしかったなって思いました。これ買ったのが 4,5 年前なので、 4,5 年でこんなに進化してるんですね。これすごいな。ここがボールジョイントじゃなくなったんで上下にしか動かないんですけど、この方が余計にアイアンゴーレムですね。はい、そしてこちらがフィールドになってます。この2つはよく襲撃者の砦の近くにあるんですけど、これあったかな。これ確かまあいわゆる的ですよね。ちなみに僕が今やってるマイクラの世界ではこれはありません。では近くで見ましょう。まずこれがまあいわゆる的ですね。ちなみに僕実際のゲームでこの的自体は見たことないんですけど、実際のゲームもこんな感じなのかな。はい、そしてこちらが檻です。中にモブが入ってることはあんまり見かけないですね。もしかしたら入ってってるかもしれないですね。はい、そしてこちらが作業台のついた小屋です。僕これの思い出といえば、近くにこれがあったので鉄の剣が壊れちゃって新しく作ろうってなった時に、作業台があったんで作ったんですけど、襲撃者に見つかって殺されかけました。はい。いや、レゴのマイクラ作っただけでゲームの話できるのすっごいいいな。はい、それではこのピリジャー部隊のメインギミックを紹介します。メインギミックはこの檻が破壊できます。このレバーを押すとこの檻が壊れます。では行きます。せーのよ。おー、なんかすごい。これはなかなか面白いな。じゃあもう一回やります。せーの。おー、すごい。この檻を壊すためにこの TNT ブロックがあるんですね。この檻の中にアイアンゴーレムがすっぽり入ります。いや、すごい。これちょうどすっぽりはまりますね。すごい。 TNT が着火したということで、じゃあいきます。せーのよ。おお、なんかかっこいい。なんかよくあるロボットアニメの出撃シーンみたいな。アイアンゴーレム以外に例えば外れで襲撃者が入ってた。これやってみよう。今助けるぞー。パコン。
面白い。これレゴマリオハマるのかな。あー、レゴマリオハマんないんだ。うわ、これ残念だな。もしレゴマリオ入ったら結構面白くできたのに、これ残念だな。ヨッシーはいけますよね。あ、いけるいける。ヨッシーは大丈夫だ。あ、でも、これちょっと鼻の部分に当たるのがちょっと怖い。いけるかな。あ、いけるいける。うわ、すごい。じゃ逆に、これもうクロスオーバーで、ヨッシー、捕まってるヨッシーを助けるという。いきます。あ、倒れちゃった。実際にモブが入ってるようなことがあったら、まあ僕はそうですね、TNT は使わずに、もう斧で助けますね。斧でこれを分解して僕は助けたいですね。はい、ミニフィグを並べてみるとこんな感じです。これほんと雰囲気出ますね。ただ、アイアンゴーレムって、これ村の近くにあったらいいんですけど、アイアンゴーレムがあるのが、ちょっと若干違和感があるような。いや、今回のこのセット本当に、これ素晴らしいですね。いや、もうこれイリジャーの襲撃と並べたら、もうまさに襲撃を再現できるので、イリジャーの襲撃はいつか手に入れます。はい、レゴマインクラフトピリジャー部隊はこんな感じです。はい、ということでレゴマインクラフトピリジャー部隊を組み立ててレビューしていました。このピリジャー部隊のセットは本当に素晴らしかったです。まず僕がこれ作ってびっくりしたのが、このアイアンゴーレムがよりゲームに近くなったことです。 4,5 年前に買ったレゴマインクラフトの村のアイアンゴーレムよりもすごいゲームに近いデザインになってて、これは素晴らしかったです。で、個人的にこの檻の破壊ギミックがすごく楽しかったです。で、あとこのフィールド自体の完成度もすごく高かったです。先ほども言った通り、いつかはイリジャーの襲撃も買って、実際のゲームのような襲撃を再現してみたいです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。